続いてはあんなあいつこんなこと言ってました。はい。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。はい。FM 岡山破壊し職人有吉さん、特技が英会話ことジャスティン・ビーバーのツイッターを見ていたんですがどんな面白いことを書いているのかなと思ったら、うん、ニューアルバムが発売します、ライブ盛り上がりましたなどといったクソの役にも立たねえことを書いてやがりました。おい、カナダの折茂正雄てめえ自分が世界一って自覚あんのか。自覚あるんならこないだパツキンレディの股間をペロペロしてたらダムのようにラブジュースが止まらなくなったんだ。なぜかってそれは僕がビーバーだからさくらいの小粋なジョークをかませやてめえがその辺のことを理解するまで俺の考えた明日から使える前科のつくジョーク集をリプライし続けてやるからな。覚悟するよ。ラジオさんって、有吉さん、問題の市原隼人くんがまたしてもブログで変なこと言ってやがりました。いや問題にしてんのお前だけだよ何が問題の市原隼人くんなんて全然話題にしたことないのにね感謝という言葉があるけど、はい、そこで終わるのでは自分は感謝が形だけのものに見えてしまうことがあった。その先の恩返しや自分の中で終わらすのではなくつなげることが大事なんだ。文章下手ドストエフスキーも真っ青だぞバカ野郎要するにあれだろ、マジ感謝とか言いながら手を合わせる感謝ギャグを やめてってことだろ勝手にやめろ。とりあえず次回のオールスター感謝祭お前一人でやれ、楽しみにしてるから。文章下手ラジオのケツ出しエッフェルト有吉さん、我らが近藤宗さんこと夏目みくちゃんが4月から日本テレビ系情報番組真相報道バンキシャでキャスターを務めるそうです。嬉しい嬉しい嬉しい、怒り神道以外でも夏目ちゃんが見られるなんてありがたいな。今 MC をやっている鈴江アナが産休に入るからその後任として夏目ちゃんが抜擢されたらしい、うん、あれ皆さんお気づきでしょうか。僕は気づいてしまいました。整理しましょう、うん、鈴江アナが産休に入るということは、うん、鈴江アナは今から数ヶ月前に、うん、コンドームをつけずに生でやったその鈴江アナの後任にコンドーム事件で日テレをクビになってその後コンドームの呪縛を乗り越え一皮むけた夏目ちゃんが抜擢された。まさか夏目ちゃんもコンドームがきっかけで日テレで番組を持つことになるとはね。俺としては生チン派の鈴江アナよりコンドーム派の健全な夏目ちゃんの方が好きだね。有吉さん、今度夏目ちゃんにケツ出しエッフェル塔が応援してたよとよろしくお伝えくださいバカやはいって言われるわはい誰がですか誰が、誰がケツ出しエッフェル塔が、はい、あの応援してるって言ってましたよ。ああそうケツなんなんだもう愛想ねえ女だななんでだよラジオネーム6号親衛隊初期、はい、40歳独身ごめんなさい40歳独身顔デカおじさんこと春名愛が朝の情報番組でこんなこと言ってやがりました。うん、20歳の女性なら恋愛は健全なことなのに AKB ってすごいグループなんだな。はぁ、あ、何がすげえんだよ。チンポ切り落としたことのあるおめえの方がすげえよ。だいたい恋愛禁止の何が大変なんだよ。俺たちゲスラーはな、誰に言われるでもなく将来恋愛禁止を貫いてんだよ。分かったらホテル代を出してやるからとっとと俺の汚れなき体をお前の愛でめちゃくちゃにしてくれ。この通りだよ。寂しいラジオの三平、うん、有吉さん、先日放送された世界若返りツアー in バンコクという番組でセリナがパンチラをしたとの情報を得たのでネット画像を探してみました。検索開始から1時間後ようやくセリナらしき女性が写っている小さなサムネイル画像を発見し反勃起しながらクリックしたのですが、そこに写っていたのはセリナではなく足つぼマッサージを受けて悶絶しているリリコ二等兵でしたおいリリコてめえいかがしろよ。なんでお前が若返りツアーに参加してんだよ。
パンチラしてなかったから助かったものの、危うくイディになりかけたぞ。お前は立派なスウェディッシュゴリラなんだからよ。多摩川の下流でザリガニ食って暴れてろ。痛いよ、だね。どうしようかな、ラジオのペケミニ、はい、有吉さん、踊らされる大ブス、ごめんなさい、踊らされる大ブス、大ドブス戦、踊らされる踊らされる大ドブス戦こと塩谷旬の泣き虫野郎が仕事で沖縄に行ったらしく、ツイッターで地元の人からまた来てくださいねと言われ、こんなこと言ってました。はーい、また行きまーす。お前な、週刊誌に塩へシュンと行く2泊3日の8万円沖縄ツアー、人が全く集まらずキャンセルにってすっぱ抜かれたばっかなのによよくもまあまた行きますって行けしゃしゃと言えたもんだな。二股騒動の時みてえに軽口叩いてできもしねえハゲた約束してっとな、お前泣かすぞお前は沖縄行かなくていいからよ。来月太田プロがファイナリスト&認定漫才師と行く開運バスツアーっていう、お前のポシャったツアーと同じぐらい引き金ツアー開催するから、それよく知ってんな、よく知ってる。いや頼む、行ってやってくんねえか。だってよ、参加者の半分以上がこの番組のアシスタント経験者なんだぜいつまで経っても賞レースって優勝できねえ上に2年連続安田に負けちゃうような負け犬芸人がよ、これでツアーに人集まらねえってことになったら、あいつら太田プロクビになっちゃうよお願いだ、やつらは路頭に迷わせないでやってくれ。有吉さん、塩へ旬でチケット1枚お願いします以上です